沖縄の仏壇、上段にあるのが東東名、すなわち遺廃である。東東名は琉球語で先祖を意味する語。また、転じて遺廃のことも指す。琉球王府が徴用子した儒教思想に基づき、昔から女性の遺廃継承禁止があった。沖縄では死後の結婚もある。これは沖縄の遺廃安置の原則違反による。すなわち、 五歳として嫁いだ女性の遺杯が成果に安置されていた。これは今の古から数えて六代前の女祖であった。女性の遺杯一つだけを安置してはならないのである。霊能者、ユタの指示のもと、遺杯が成果から婚下に移されたという。死後の結婚は東、アジアやアフリカにもあり、名婚と呼ばれている。男女同権思想が強まった現在、なぜ女性が 遺敗継承禁止であるかという等々名問題が起こっている。遺敗祭祀が浸透する過程で、沖縄では、不景、男系重視のトナカの形成に伴って、独特の禁忌が作られた。それらは、女性の遺敗継承禁止不景の異なる男子継承の禁止、多系根校の禁止長男排除の継承の禁止、着子押し込めの禁止兄弟の遺敗を同じ仏壇に置くのを禁止、 いとこの遺廃を同じ仏壇に置くのを禁止。上記の説明とは別に、渡辺義夫の説明もある。異なる一族の祖先を一緒に祀ってはならぬという原則。聖火の女僧聖火で祀ってはならぬという原則。兄弟の遺廃を一緒に祀ってはならぬという原則。長男の遺廃は必ず聖火で祀らねばならぬという原則。こうした禁気は、 沖縄本島中南部では強く、沖縄本島北部や宮古島では、ほとんど見られないところもある。従って、とうとう名継承感は一様ではない。戦後になり、男女同権思想の現在、なぜ女性が威廃を継承してはいけないのかという疑問が出て、実際に継承する例もある。ありがとうございます。